作曲と編曲において、ボイシングとは、楽器法及び和音に含まれるそれぞれの音の垂直的な感覚と並び順を決めることである。ボイシングとは、種々の楽器に音や和音を配分する、あるいは感覚を決める方法であり、互いに関連する各音の同時的、垂直的な配置のことである。例えば、次に示す3種類の和音はどれも、歯の、長三和音だが、 ボイシングが異なる。上に示す三つのボイシングはどれも基本形だが、一番目は密集配分であり、最も密なボイシングである。二番目と三番目は開けり配分で、より広い間隔が取られている。三和音において、基本形の密集配分は根音をバスに持つサンドボイシングであり、最も密なボイシングである。会議化生は開けり配分の和音から、 密集火星とは密集配分の和音から、それぞれ構成された火星及び火星付けのことである。旋律の平行な重複メロディックダブリングイン、パラレルとは、よく似た、または同一のリズムの旋律を付加することや、あるいは平ら進行を作り出すために、弦旋律の上か、下に常に、一定の音程だけ離れた位置に配置された旋律の、ことを言う。オクターブ重複オクターブ。 ダブリングとは、ある一つのセーブや音を、同じ高さまたは別のオクターブに複製することであり、複製されたセーブの数が、オクターブ重複の数となる。一オクターブの重複は和音に含まれるそれぞれの音を、受け持つ独立したセーブの数だけ可能である。記事の導入部に示した三つのフレーのうち、唯一重複が行われているのは、右端のフレーの塔とのみである。平行進行は、 西部の独立性を破壊するか、生み出すか、またはそのまま維持する。例として、ある程度の独立性をすべての戦律に持たせようとバッハが強く望んでいた。時期に、彼が選択した手法が、イギリス組曲第1番に員長長 BWV806 の g ーグ第38小説に見られる。着目すべきは、三度音程も六度音程も、小節全体にわたって維持されてはいない点、および、 いかなる音程も4音を超えて連続してはいないという点である。というよりむしろ、バスには独自のパートが与えられているのである。重複を考慮することは、西部連結の規則や指針に従うときに重要となる。例えば、増録の和音を解決するときは、どの音も重複してはならないが、イタリアの六を解決する場合は主音を重複させる方が良い。重複する。 側のパートが特定の一つのパートをいつまでも連続して重複するのではなく複数のパートを数小節ごとに変わる変わる重複していく手法がある重複するパートの変わり目ではしばしば跳躍進行をすることになるこれはオートノマスダブリングと言われている例えばモーツァルトのドン・ジョバンニのトロンボーオーンパートに見られるヘンデルのオラトリオエジプトのイスラエル人 HWV54 第2部でエジプトの合唱 HE イスマイゴットの31から49小説ではトロンボーンパートに明確なオートノマスダブリングが見られるヘンデル作曲オラトリオエジプトのイスラエル人 HWV54 第2部でエジプト合唱 HE イスマイゴット31から49小説第2トロンボーンが 数小節ごとに次々と異なるパートを重複している。再生。ありがとうございます。